はい、えー、皆さんこんにちは鈴木森夫チャンネルへようこそ、えー、このチャンネルでは看護師国家試験に確実に合格する学習方法と必要な知識について解説をしています、えー、今回のテーマはショックの病態についてです、えー、まず最初にショックとは何かについて説明します、えー、そしてまずショックを病態によって3つに分類します さらに、ショックを病態によって細かく分類して説明します。そして、記憶に残る復習の仕方、早期して保存について説明し、最後に、ショックの病態に関する国家試験過去問題について解説をしていきます。まず、ショックとは何かですけれども、様々な原因による急性の末梢循環不全のことをショックと言います。まず、原因がたくさんあるということ。それから、急激に起こるということ。 全身に血液を送れなくなるということこの3つがショックのポイントになりますその結果血圧が低下して全身組織へ有効な血液を送ることができなくなります当然細胞は酸素不足に陥るので生体の維持に必要な細胞機能が障害されますそして細胞が障害されるということは結局全身の臓器が障害されるということになりますですから ショックから離脱しないと生命維持ができなくなって亡くなってしまうということになります。まずショックを3つに分類するわけですけれども逆に健康な人が循環を維持するために必要なものを3つ言えなければいけません。それはこの図の中にすべて書いてあります。1つ目、血液量が十分にあること。2つ目、心臓が適切に働いていること。そして 適切な末梢血管抵抗があるという、この3つが循環の維持に必要です。ということは、その3つのうち1つかけるとショックになるということになります。血液量が不足してショックになることを、循環血液量減少性ショックと言います。心機能が低下してショックになることを、心源性ショックと言います。末梢血管抵抗が低下してショックになることを、 血液分布異常性シショョッッククとととと言いいいいいまますすうものを聞いたことがある人いる人思います多くの教科書には4つ目のショックとしてこれが書いてありますけれどもまあこれは心源性ショックに入れておけば大丈夫なのでまずは3つに分類できるようにしておきましょうまず1つ目の循環血液量減少性ショックをさらに細かく分けていきたいと思います。 え循環血液量減少性ショックは何らかの理由で血液量が減少して起こるショックです1、えー、つ目一番わかりやすいのが出血性ショックでしょう、ね、出血すれば循環血液量は減少します例えば骨盤骨折のような大きな骨の骨折によ,るよって出血したり、えー、大動脈瘤破裂などでもこの出血性ショックが起こります、ね、この図に書いてあるとおりですよね 動脈から出ても静脈から出ても大量に出血すれば、えー、出血性ショックという循環血液量減少性ショックになります、えー、大出血しなくても出血しなくてもですね血小量体液量が減少することによってショックになりますそれは脱水によるショックや、えー、熱傷性ショックですさあこの図を見てみましょうえっと 試験管の中には血液が入っています、ね、血液の下の方の赤いところはまあ細胞成分ですねそしてそれより上の部分青い部分が血液の中の水結晶なんですけれども本来は上の黒い線のところまである結晶がね,、えー、はね50%以上ありますから、えー、それぐらいが普通なんですけど何らかの理由で例えば分かりやすいのは脱水ですよね脱水でこの矢印のように 血症が減ってしまったらそしたら血液量は減ってしまうので循環血液量減少性ショックになるでしょう脱水は脱水によるショックは循環血液量減少性ショックになります、はい、重症のやけどのことを考えてみます、えー、重症のやけど熱症というのは熱という物理的刺激が全身に加わった炎症ですから炎症といえば 血管透過性が更新します。これはまた別の回で詳しくやりますので、必ず炎症と血管透過性更新をつながるようにしておいてください。重症の熱症は全身の血管透過性が更新するので、血管から浸出液が漏れ出します。その漏れ出す量も半端じゃないですね。浸出液が大量に出て、そしてその結果、循環血晶量が減ってしまう。 えー、ということで、循環血液量減少性ショックになります。えー、重症熱症による熱症性ショックは、循環血液量減少性ショックの一つです。次に今度は、震源性ショックです。えー、心源性ショックは、心臓のポンプ機能が破綻して起こるもので、えー、心不全が重症化したものというふうに言えます。えー、そして、心筋梗塞によることが多いです。心筋梗塞は、発症したときに重症であれば、 発症した瞬間から心不全ですし重症であればあるほど発症した瞬間から心原性ショックになりますそして、えー、心不全といえばうっ血ですよね右心不全は全身がうっ血しました、ね、ということは、ね、この図にあるように、えー、この図の矢印の先にあるように大静脈がうっ血します大静脈は別名中心静脈です血血している部分の血圧は高いですから、 中心静脈圧は上昇しますけれどもこれは心不全でも心源性ショックでも一緒になりますはい、えー、心外閉塞性ショックというねショックが多くの教科書に載っています、えー、心源性ショックの中で心臓から血液を送り出せなくなることによって起こるショックを、まあ、心外閉塞性ショックとして4つ目に分けてあるわけです、えー、その例としては肺動脈塞栓症です 肺動脈に側線があると右心室から血液を肺動脈の方に非常に送り出しにくくなって右心室に大きな負荷がかかって右心室からの屈出が妨害されてショックになります右心室から屈出が障害されると左心室からも屈出も障害されますはい、えー、心タンポナーデによるショックも静脈から心臓への血液流入が阻害されているので、えー、心室充満を妨げる物理的な障害があって 心ナーでって何ですかっていうことに関してはまた別のね回で詳しくやります、えー、ですから、えー、心臓の外に原因があるとしてもですね結局心臓のポンプ機能が破綻してい,いるということは同じですので、えー、っと心外閉塞性ショックも震源、まあ、性ショックに広い意味で、えー、含めておいてください はい、そして3番目が血液分布異常性ショックなんですけれどもえ血液分布異常性ショックは血管の正常な緊張が破綻して、えー、末っ小血管えその中でも特に細動脈、細静脈が弛緩して末小血管抵抗が低下して起こります、えー、細かく分けるとです、ねえー、神経原性ショック、敗血症性ショックアナフィラキシーショックがあ含まれます。 はい、えー、今の図を思い出してみましょう。細動脈や細静脈が拡張していました、えー。一般的にですね、ショックは急性の循環不全ですから、末梢血管は虚脱といって血液が流れてきません。ですから皮膚は蒼白で冷たく、えー、重症化するとさらに全身の体温も低下してきます。ただ、この血液分布異常性ショックでは、 前のページの図にあったように、末梢血管が弛緩し,して、ね、末梢血管抵抗が低下しているので、そこに血液が流れ込んで、発症の初期には皮膚は紅潮してますし、皮膚に触ると温かいことがあるんですね。これをウォームショックと言います。えー、血液分布異常性ショックのすべて、神経原性ショックでも。 敗血症性ショックでもアナフィラキシーショックでもねこのウォームショックになることはあります。でも特にその中で敗血症性ショックを考えています。敗血症性ショックは感染によるショックなんですけども中にエンドトキシンショックというものも含まれています。この敗血症性ショックやエンドトキシンショックは感染が原因ですからね、えー、感染が原因ということは炎症を起こしているわけですよね。 で炎症というのはさまざまなサイトカインが分泌されてそのサイトカインは発熱物質ですので熱が出ます、ね、発熱してますよねで発熱している人がショックになったとしても最初の頃は非常により温かく感じますよね、えー、ウォームショックの代表例はこの敗血症性ショックですでも神経原性ショックや、ね、アナフィラキシーショックもウォームショックを起こすことになります はい。ではですね、まずその神経原性ショックの病態を見てみましょう。えー、血管の太さを決める血管平滑筋、ね。これは交感神経支配ですというのは、これはもう絶対知っておかなければいけません。またこれも別の回、神経の分類や自律神経のところで解説していますので、えー、ぜひそちらを参照してください。そして、この血管支配の交感神経機能が破綻してしまうとすると、 全身の血管筋はししてままううとということになりますつまり血管の断面積は太くなって全身の末梢血管抵抗が低下します、えー、血圧は心拍質をかける末梢血管抵抗その末梢血管抵抗が低下すれば急激に血圧低下が起こるつまりショックが起こるということになりますところでややこしいんですけれどもこの神経原性ショックという言葉には 大きく2種類の病態を含んでいるので、これからそれを説明していきます。まず1つ目です。1つ目は不安。恐怖、外傷、激痛、激場によって引き起こされる神経原性ショックです、えー。これはですね。血管迷走、神経反射っていう言葉があるんですけれども、もうそれとほぼ同じ意味だと考えてください。例えばある人に痛み、刺激が加わると急激に自律神経失調が起こります。 そして、えー、心拍数がストーンと低下したり、末梢血管拡張をきたして、えー、その結果血圧が急激に低下するものです。えー、当然、脳血流量が低下して、死神やめまいを起こしたりします。ね、こういうのが、まあ、血管瞑想、神経反射の症状でもあるけれども、この神経原性ショックの症状になります。で、えーまあ、ただ、そうは言っても、 その人はは出血してたりりするわけではありません、ね、循環血液量の損失はないために、まあ、一時的です、ねえ。周りの人が気づいてあげてしばらくその人を安静にしたり、ね、脳血流量を維持する頭部を低くして脳血流量を維持してたりすることによってえ治癒するタイプの、えー、ショックです。これが神経原性ショックという言葉の1つ目の意味です。 2つ目なんですけれどももう一つの神経原生ショックは交感神経が損傷した、ね、交感神経が出てくるような脊髄が損傷した脊椎麻酔が非常に効きすぎてしまったといったようなですね血管支配の交感神経活動がストーンと低下して血管が拡張して起こるものを言います交感神経はあ、ね、皆さんご存知のように胸髄腰髄から出ています ですから行為の脊髄損傷になるとこの神経原性ショックになってしまいます、えっと。例えばそういったものは外傷によって起こるわけですから、ね、例えば出血性ショックとの鑑別っていうのは非常に必要になってきます。治療に関しては昇圧剤を投与したりその中でも特に呪脈が起きている場合には副交感神経遮断剤を投与したりします。 敗、はいえー、血症性ショックですね肺血調整ショックは感染症が原因で起こるショックのことを言いますその中でもグラム陰性肝菌という種類の細菌が感染してその細菌はエンドトキシンという内毒素を持っているんですけどもそのエンドトキシンが原因で起こる敗血症性ショックもありますその場合にはエンドトキシンショックというふうに言います つまり敗血症性ショックは細菌などの病原体によるショックまたはエンドトキシンによるショックそれらによって血管が拡張したことによって全身の末梢血管抵抗が低下して起こる血液分布異常性ショックになりますはい血液分布異常性ショックの最後がアナフィラキシーショックですアナフィラキシーショックとは1型アレルギーが全身に起こったものです えー、全身の肥満細胞からヒスタミンがドバッと有利されて、えー、全身の血管拡張が起こって末梢血管抵抗が低下して起こります。1、えー、型アレルギー、これも詳しくは別の回でやりますけれども1型アレルギーとは特定の抗原に IgE 抗体が結合して、えー、肥満細胞膜表面で抗原抗体反応が起こり肥満細胞からヒスタミンが有利されて起こる炎症のことを言います。えー、特定の抗原が何かによって あるものは薬剤性食あるものは食物アレルギーによる食、えー、それから虫刺されによる食さまざまなものがあると思ってくださいはい、えー、国家試験には確実に合格する学習方法がありますこのチャンネルではそれを LTD 議論を通した学習ですよと教えています LTD は記憶の三原則に非常に有効な学習方法で理解して覚える決め短期記憶が長期記憶に変えて忘れなくなる保存 そして思い出すことができる早期のことですそれでは今回の復習をしてみましょう SNS で今回学んだことを皆さんが発信すると早期の訓練をすることになるので記憶に保存されて忘れなくなります TwitterInstagramFacebookYouTubeLINE など何でも構いませんあなたの学びでクラスメートもあそういうことかと理解記名することができてとっても喜んでくれます その時にはぜひ「ハッシュタグ鈴木もろよチャンネル」「ハッシュタグショックの病態」とつけてくださいよろしくお願いしますまず1つ目としてはショックを3つに分類して説明してみましょう、ね、そして今度はそれを細かく分類して説明してみましょうはい、えー、末梢血管抵抗が低下するのはどれかという問題があります、ね、その時に3つに分けた場合には えー、血液分布異常性ショックだなと思い出せればいいわけです。えー、そしたら、それに含まれるのはこの中でどれだろうというと2番のアナフィラキシーショックになるわけです。1番、心筋梗塞に伴うショックは、心源性ショックでしょう。3番、出血性ショックは、循環血液量減少性ショックでしょう。4番、肺動脈塞栓症に伴うショックは、心外閉塞性ショックで、広い意味で言ったら、心源性ショックでしょう。 とということになります、はい、次皮膚が温か,か,かいショック患者で考えられるのはどれか。ね、えっとまあ血症性ショックが一番温、ね、かいと考えられますのでこの中で敗血症性ショックはどれかなと思ったら4番のエントトキシンショックということになります。1番の心源性ショックや2番の出血性ショックは、ねえー、これはもう 圧血管、えーえー、もうすぐ収縮してしまって、えー、もう皮膚を触ると非常に冷たいということになりますところが3番の神経原性ショックと5番のアナフィラキシーショックはこれは血液分布異常性ショックなので、ねえー、この時の答えは4番ですけれども、ねえー、この3番や5番も広い意味では答えに入りますからあまりいい問題とは言えませんが。 ま基、あ、礎というものはちゃんと理解しておく必要がありますはい、えー、出血性ショックになる危険性が最も高いのはどれかね、えー？頸椎骨折、肋骨骨折、腰痛、やっぱ骨折、骨盤骨折で、ね、みんな骨折なんですけれどもやっぱり、ね、骨には骨髄がありますから、ね、骨折すれば、ね、当然大量出血になる可能性もあるわけですけどもやっぱり大きな骨髄を持っているものとしては、まあ、骨盤と 言えることが大切だと思います大きな骨の骨折ほど出血性ショックになる可能性が高いということになります、はいえー。特定の抗原となる物質によって生じるアレルギー反応で引き起こされるショックはどれかという、ね、必修問題が出ています。これはもう、ねえー、この中で、えー、アレルギー反応の言葉はアナフィラキシーショックしかありませんので答えは4番ということになるこれは非常に基本的な問題と。 ということになります。はい、えー、国家試験には確実に合格する学習方法があります。今回の学びは皆さんの役に立ったでしょうか役に立ったらぜひいいねボタンを押してください。またチャンネル登録もよろしくお願いします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。